にちは、池田真子です。今日の真子チャンネルはクッキングです。はい、今回は前から気になってたカルピスの萌え萌えシャーベットを作りたいと思います。イエーイ。もしかしたら作った方もいるかなと思うんですけど、今日はこのカルピスの後ろに書いてあるこの通りにちょっと作ってみたいと思います。それではご覧ください。真子チャンネルスタート。では早速作っていきます。で、今回必要なものはまずカルピス原液のやつと、あとは牛乳、そしてお好みでこういうフルーツを用意します。で、カルピスと牛乳は1対2で入れていくんですけど、今回は1人分なのでカルピス50と牛乳 100ml でやっていきたいと思います。あとこういうジップロックも用意して作ってください。ではまずこちらのフリーザーバッグにカルピスを 50ml 入れます。はい、50ml 測ったので入れていきます。そして牛乳を 100ml 入れます。そしてお好みでここにまたフルーツとかも一緒に入れたらいいみたいなんですけど、私ちょっと実際に事前に作ってみてやったんですけどちょっとこんな感じで色がちょっと紫っぽくなるというか、多分味はまだ食べてないかわからないんですけど、味はその美味しいとは思うんですけど、でもちょっと見た目的にどうかなと思ったので、今回はフルーツは後から入れるタイプにしようと思います。で、こちらを閉めてできるだけ空気を抜いて閉めていきます。ちょっと軽く混ぜときます。はい、そしたらこちらを冷蔵庫で 3,4 時間固めます。作り方はこれだけです。簡単。はい、そして凍ったものがこちらです。じゃん。これはちょっと分量はまた多めのバージョンで作ったものなんですけど、こんな感じで凍ったら固まります。そしてこちらをもりもりしていきます。冷たっ。あ、簡単にもりもりできる。いい音。ああ、手が。ああ、ちょっともしかしたらタオルとかにくるんでやった方がいいかもしれないです冷たい。でも夏にはぴったりやなと思います。めっちゃ気持ちいい。シャリ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 。はい、好みの硬さでもみもみできたらお皿に入れます。はい、こんな感じでグラスに持ってみました。そしたら最後にこちらのミックスベリーを入れます。はい、こんな感じで入れてみました。ちょっと盛り付けのセンスないんですけど片方にいっぱいやってみました。はい、ではこちらの完成したカルピスもみもみシャーベットを実際に食べてみたいと思います。もう作るのはほんまに簡単でした。ではフルーツと一緒にいただきます。あ、シャリシャリしてる。はい、いただきます。めっちゃ美味しいです。なんかもう食感が最高です。シャリシャリシャリってしてます。ちょっとアイスだけいただきます。うん、アイスだけだと結構甘めです。牛乳のまろやかさがあって、フルーツと一緒に食べると酸味があるので結構さっぱりめに食べれるんですけど、こっちのアイスはカルピスの爽やかさもありつつ牛乳の甘さもあるみたいな、なんかミルキーな感じの味です。これ食感が、うん、めっちゃ大好きな食感や、うん、もしかしたら凍らす時に結構しっかりめに混ぜておかないと、なんか結構牛乳が強めのところとかカルピスが強めのところとかできてくるので、しっかり混ぜて作ってみてください。味はこのまま食べても美味しいと思うんですけど、私的にはやっぱりフルーツと一緒に食べた方がこうさっぱり食べれていいかなと思いました。牛乳とかこのカルピスの分量を変えて好みの濃さで食べてもいいと思うし、もう本当に簡単にできるので、ぜひ皆さんもこの夏に作ってみてください。他にも池田真子のまこチャンネルでは DIY やメイクなどアップしています。気になるのがあったら評価やコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、今回は池田真子のカルピスもみもみシャーベットの作り方でした。バイバーイ。